セントラルキャノンの開発も順調に進んでいる。それでもまだ資材が不足していてね。そこで君たちにお願いしたい任務があるんだ。これはリテムリージョン。ここから東にある地域だ。この広大な砂漠の地下には豊富な資源が眠っていてね、リテムリージョンの協力を得たいんだ。現地で何が起きているのかを把握し、彼らの手助けをする。分かった、私たちに任せて。待て、撃つな。敵ではない。わしはハーディ、リテムシティ所属のアークスだ。リテムシティというのはリテムリージョンにある町の名前ね。私たちはそのリテムシティを目指してここまで来たんです。よければ生き方を教えてもらえますか？案内してやりたいが、偵察任務中でな。何？今の音。今のはドールズ？リテムシティのものではないな。何者か？エアリオリージョンから来ました、セントラルシティ所属のアークスです。うん、そうか。クロフォードが言っていたのはお前たちか。私はナーデルフル、リテムシティのリーダーを務めている。それでさっき大きなドールズを見たんだけど、あれは？レヌスリテムだ。レヌスリテム。砂漠を縦横無尽に走り回る上に神出鬼没、とにかく面倒なやつでな。今回は怪我人だけで済んだからまだよかった。わしらは長年奴に苦しめられている。奴を何とかしない限り他のリージョンに手を貸すことは難しい。この者らの腕、なかなかのものだぞ。これは好機かもしれんぞ。彼女らの助力があればレヌスリテムを倒せるかもしれん。ネクスエアリオをも退けたというお前たちの力見せてほしい。二人ともやろう。リテムリージョンの王様は代々武の力と歌の力によって戦ってきた。だがナーデレフには歌の力がないのだよ。どうして？わからぬ。集まった者たちは皆動揺していたが、最もつらかったのはナーデレフであろう。ナーデレフの歌の力について検証したデータなどはあるかしら？戦いの記録を見ていて気がついたら来ていたの。リテムリージョンは昔から戦いが絶えないのね。多くの人が犠牲になってきた。今度戦いになればまた犠牲が出る。そう思うと、あなたはどうしてここに？大きな戦いの時には必ず来る。死んだ仲間を思い、弔いの歌を歌うためにな。心に誓うのだ。もう犠牲は出さないと。だがこれが現実だ。私一人が強くなっても全員を守ることはできない。歌の力があればこれほど多くの仲間を失わずに済んだはずだ。私が力ないばかりに。違う！悪いのはあなたじゃないわ。悪いのは、本当に悪いのは。このハルファは過酷な場所ね。本当に残酷で無慈悲な場所。黄昏に沈むように深く深く響き合う日よ。永遠の風に吹かれて安らかな夢を。
を黄昏に沈むように深く深く響き合う日よ永遠の風に吹かれて安らかな夢を胸に抱き眠れ調べてたデータ過去のリーダーたちのあなたの力はそれとは違うそう別の力だったんだあなたの本当の力は何をしようというのだ。はっ！先日の傷も癒えていないというのに。ナデル、武器を取れ。利用したものだ簡単に言うと彼女の歌はアークスの能力を高めるのではなくドールズを弱体化させるものだったのよキリがないよし、ここは任せたぞ。この力があればデムス・リテムを倒せるやもしれぬ。私たちも加勢しよう。ドールズの動きがどんどん鈍くなっていくこれなら一気に倒せそうだね途切れた言葉は大地に帰るだろう誰もが夢見た世界掴むまで憧れを焼き付けて止め
やったな。やったな。長い戦いだった。まだ全てが終わったわけではないが、一つの区切りをつけることができた。この勝利はお前たちのおかげだ。改めて礼を言わせてくれ。ううん、ナーデレフの歌があったからこそ勝てたんだよ。もしもお前たちの手を借りずに我々だけで戦い続けていたら、おそらく最後には敗れていた。それとてマノンの気づきがなければ使うことはできなかった。そういえばずっと気になっていたのだが、マノンはなぜ弔いの歌を知っていたのだろう。本人に聞いてみたいが、何分特別な歌だ。何か事情があるのかもしれないな。これでリデムシティも少しは落ち着くだろう。今度は私たちが力を貸す番だ。セントラルとの協力体制を取らせてくれ。もうクロフォードとも話は進めている。これからよろしく頼む。こちらこそ。また来てくれ。いつでも迎えよう。世話になったな。必ずまた会おうぞ。待ってるからな。うん、ありがとう。また私の話でも聞きに来てくれ。さあセントラルシティへ帰ろう。